これはあのちょっとバンクローザの匂いが届きましたね。おお、そうですか。カウンター合わせた。ババルがカウンター合わされましたよ。剣に行ったんですが見事に合わされました。また手がですね。いやー、ヒョードル疲れを感じさせません。すごい選手がロシアにやっぱりいます。で、あのやっぱりヒョードル三歩十秒じゃないですか、でその後グランドに行くとサブミッションに行きたくなると思うんですけども、まずとにかくパンチを打ってですね、それからですからね、その冷静さがいいですよね。自分の得意なところにはなかなか行かないという奥深さを見せています。この人もあの狼軍団なんですよね。そうです、はい、あのボルクハン率いる、まあ、格闘術のメンバーであります、そうですね。とんでもない選手いっぱいいますね、狼軍団ね、はい、まあ、特にあのこの選手とあとアタイフですね、アタイフですね、その2人がファンは有望視してるんですよね。ああ、足首来ますね、来ますね、足首。この足首がちょっと不用意に立ちすぎたか、不用意に立ちすぎたか、危ない危ない危ない、逃げることはできません。あーと抜けた。でもちょっと かなり不自然な足首の形になりましたけど、大丈夫のようです。大丈夫です、あの両足でロックされなかったですから、足を、はい、完全に固定された形じゃないので大丈夫です。ババラちょっと今しまったなという表情を見せました。左から右、パンチの打ち合いか。パンチの打ち合いになるとどうなんでしょうね。そうですね、先ほどから見るとヒョードルの方が、いい感じですけども、スピードもありますもんね、はいはい、左大きくロングフック放ってったんですが、組んだのはババルです。ババルも落ち着いてますよね、まあ、試合は随分ね、自分でも重ねてますでしょうからね、はい、こういう試合もいくか経験していますでしょう。組んでるのはババルの方です。相手がオスに任せています。殴りながらヒョードルは押されてきました。テイクダウンはされません。そうですね、いつものババルにキレを感じさせません。それはこのヒョードルの力でしょう。このババルはレスリング出身ですから ね、本当はテイクダウン専門家ですから、その選手にですね、やっぱテイクダウンさせない、テイクダウン奪っていくと、ヒョードルはすごいですよ。技ももちろんありましょう、この腰の重さもありましょう、はい、もっとバックアップの一発狙いはかすったかすった、うまくわずかにダッキングしました。さあまた横になります。サイドを取った、いやまだパスできません。相手サイドも取ろうとしなかったかもしれません、はい、このパンチ行かせようという、はい、もう作戦切り替えたようですね、はい、であのパンチで行って、で関節で行って、で決まらないと見たらまたパンチ、はいはいね、はい、このパンチが随分あのバーバルの表情を見ても分かるように有効なようです。でこれ叩いてるうちはポイントを上げていけるわけですから ね、はい、優勢なポジションをずっと取っているからにはポイントを取れそうです。まあ、先ほどほどのこう積極さがなくなりましたけど、確かに、で嫌ですね、あのボディパンチは。3分経過しています。残り時間2分。いや、しかし各カードとも力は本当に拮抗しています。よっぽどの選手たちに間違い、サミッションいきますよ、これ。足か、上か、いや上、今ババルも動いたので一瞬にした、はい、初めてまともにガードポジションという形になったのではないでしょうか。ここから行きますか、叩きます、叩きます。よくあのボクサーは、フルーンボクサーは斧を、ね、振ってあの木を切って練習をするそうですが、なんかそんなトレーニングを壊せさせるような、そんな動きをします、はい、足首来ましたね、またバウル取れませんでした、はい、この分だとロシアのほとんどの木を伐採してきたのではないでしょうか。後ろ取ったぞ、バックバン来ましたね。ババル、ババル沈没の日か、いや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 、ババル今すごいピンチを迎えてしまいました。残り時間1分、抜けています。これはバンクルマさんが叩いてましたよ、本格的に。結構ババルこれ苦しんでます。苦しんでますね。これほど苦しんだババルをなかなか見ることは なかったですね、はい、負けはついてますけども、苦しんで迷っています。ヒョードルは相当クレバーな戦い方してますよ、はい、戦いづらいんでしょう。ババル右のババルが無茶なことしました。一発狙い、あるいはあの奇襲っていう感じにババル使い始めましたね、先ほどバックハンドもそうしかり、一発狙いですよね、苦しい証拠ですよね、逆に言えばアッパーカットもそうです、はい、奇襲を使うというのは大体あの苦しい証拠、その証明が今現実のものになってババルから繰り出されています。まずテイクダウン取っているのがヒョドルですし、はい、グラウンドで上キープしているのもヒョドルで、パンチですね、ババル大きなポイントになるんですね、はい、もうほとんど時間ありません、このままあの体勢でどうやら終わりそうです。
Tô tentando, tô tentando fazer levantar. Vamos lá. Tchau, 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 tchau.判定を行います。ヒョードル、しばらくお待ちください。もうハンが勝ったという勢いで迎えてます。てかババルもちょっとやられたって感じですよね。これはヒョードルでしょう。終始あのセコンドについてるハンが先ほどの試合はミーシャに対して結構大きな声出してたんですが、はい、今回出さなかったですよ。やっぱ自信持ってるんでしょうね。いやーここまでババルが、攻撃できなかったというのは初めてではないでしょうか。フォードルもあれだけ攻めたんですけどもピンピンしてますもんね、スタミナもすごい。ババル疲れてますね、ババルも疲れてます。判定の結果を申し上げます。ジャッジ前田20対18、エメリア・エンコ・フォードル、しっかりと両ラウンドを取ったようです。ジャッジ藤原20対18、エメリア・エンコ・ヒョードル、ヒョードルの勝ちです。ジャッジ森山20対18、エメリア・エンコ・ヒョードル、あ、完勝ですね、フルマークですね。3対0、完勝、フルマークでエメリア・エンコ・ヒョードル、レナート・ババルを下しました。これはすごいですね、ヒョードル。そうですね、しかもまだ実力そこ見えてませんよ、これ、これですね、先ほどもう疲れ…